悩んでることはありませんか不安に思ってることはありませんか今日はそれを解決します。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスター・オカチです。本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介してます。はい、ということで、まあ、本音で生きるとか自分らしく生きるっていうね、ことをね、ずっとこう配信してるんですけど、やっぱりね、自分らしく生きるためには、 問題を解決するスキルが必須なんですよやっぱこう生きてたらねいろんな問題とかトラブルとか起きますよね不安になったり心配したりムカムカしたりその感情をどうやって対処したらいいんだろう何から始めたらいいんだろうどうやって解決したらいいんだろうって問題とかトラブルにぶち当たって悩んでしまうそして不安に思うことってあると思うんですそれを解決することが 大事なんですよねそれを解決していくことで自分が自分らしい人生を歩むことができる本音で生きることができると思ってるんですそもそも問題とは何か問題とは理想と現実のギャップでしょ理想と現実の間にあるステップであったり階段であったりするそのステップを登っていくことその障害となる壁を取り除いていくことそうすることで 理想に行く、夢が叶い、そして目標を達成し、自分らしい人生を歩むことができる。はい。ということで今日はそれをやります。自分らしく生きる、そして本音で生きるための問題を解決するスキル。それをね、4つ、今日は紹介したいと思います。この動画を最後まで見ていただけたら、自分らしい人生を歩むことができ、夢を叶えることができ、そして、 やりたいことを実現できる。そんな人生になるので、えー、最後まで聞いてください。はい。ということで、普段このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きるためのライフスキルや行動習慣を紹介しています。よかったらチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと SN、SNS でも配信してますので、概要欄からご覧ください。はい。ということで、やっていきましょう、えー。早速ですよね。問題を解決するスキルにフォーカスして、厳選して4つ紹介します。1。 一人哲学2因数分解する3意見と事実を分ける4想定外を楽しむ、はい、1一人哲学ということなんですけどそもそもね、えー、っと問題を解決する力っていうのは、まあ、言い換えれば 考える力なんですよね、えー、物事を論理的に筋道立てて考える論理的な思考力ロジカルシンキングとかあとは「それってそもそも本当なのそれって問題なの?」っていうふうに前提部分を批判的に考えるクリティカルシンキングであったり抽象と具体を行ったり来たりするアナロジカルシンキングまあいろんな、えー、っと思,考思考方法とか、えー、考える力があるんですけれどもそれをね全てすべて えー、鍛えるることがができるのが哲学なんですよ哲学とは何かそれは普段考えないような、えー、問いをじっくりゆっくり考えるプロセスです例えばあなたは何のために生きてますかあなたにとって幸せって何ですか自由って何ですか大人って何ですか これでですね普段あんま考えないでしょこういうことを「えなんでだろうえなんでだろうなんでだろう?でだろうでだろう」っていうふうに深掘りしていくそうすることで普段自分が見えなかった価値観であったり大切な信念っていうのに気づくことができるかもしれんしあ なんやこ,れこの思い込みいらんやんとかいや変な常識に縛られてたなと思って自分がもっともっと身軽になるかもしれへんそういうような価値観とか信念を見つけるためのプロセスを通じて考える力がねぐんぐんね育まれていくんですよ。はい、でそれで自分の中で答え出るでしょ例えば「幸せとは自分らしく生きること」。 って答えが出たとするその答えで終わりじゃないですよ。そこからさらに自分で問いを投げかけていくんです。え自分らしく生きるってどういうこととかね。え例えばとかね、えー。なんで自分らしく生きないといけないのとか、えー。そもそも自分って何とかね。<laughs> そのありとあらゆる角度で自分に問いを投げかけていくんですよ。でその問いに対してまた なんでだろうなんでだろうなんでだろうっていうふうに考えるそのプロセスを通じて問題を解決する力である思考力が育まれていきます、はい、だから一緒にね考えていきましょうあなたにとって働くって何ですか ここからいきましょうね、まずね。はい、それでは2つ目。えー、因数分解する。因数分解ってこれ中学校の時習いましたね。数学かな。えー、まあ要、要素分解なんですよ。要素分解。大きな塊をちっちゃくちっちゃく分解していくということ。例えば、就職活動。就職活動をするってよく言うけど、就職活動ってもういろんな活動があるよね。大きいですよね、塊。だそれをね、まあ、5つぐらいに分解しましょう。まず1つが、 自自己分析自分析を知るとということ2つ目が業界分析会社をする企業を知るということ3つ目は試験対策をするということ4つ目は OB 訪問をする OB に訪問してその会社の実態を知るということで5つ目が実際に就職試験を受けるということというふう,にこう5つに分けられますよねでこういう5つに分けたのをさらに分解することもできるんですよ例えばえと就職試験対策をする っていうことになると、就職試験対策っていうのは履歴書を書くっていうことかもしれへんし、えっと、SPI などの筆記試験対策かもしれへんし、あと、面接でうまく答えるための、えー、プレゼンテーションのトレーニングかもしれへんっていうふうに分けることができますよね。こういう大きな塊を小ちゃく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 分解していくと、今やるべきことが見えてくるんですよ。就職活動をしないといけない。え、何やったらいいの分からへん。 ってなってても就職活動には5つあってその中の一つの筆記試験対策、えー、その中の一つの就職試験対策がありその就職試験対策のまずは筆記試験対策を今週やろうで来週は履歴書を書こうでその次はプレゼンテーション対策をしようっていうふうにね細かく細かく細かく分けていくと今やるべきことが見えてくるんですよ問題を解決する一歩目が見えてくるんですはいこの因数分解とても大事ですえー、っと3つ目 意見とと事実を分けるということこれねお勝ちできてなかった意見がね事実になってしまってたんですねで意見って何なのか意見っていうのはねたった一人の感想ですよあの考えです一人の個人の考えであり主張なんですよそれが正しいって証明できないことこれは意見ですじゃあ事実は何なのかそれは客観的にそれが正しいって証明できることこれが事実ですじゃあこれは意見でしょうか事実でしょうか 上司が怒っていた、はいたどう思いますかこれ意見ですか事実ですすかか事実これはね意見です。上司が怒っていたっていうのは僕にとってはそう思えたけど本当に怒ってるかどうかわからないし僕ではない太郎くんから見たら怒っていなかったかもしれない。もしかしたらえー、っと、えー、注意してくれたのは優しさやったかもしれへんとかねあ優しいなって感じてるかもしれへん。 はい、人によって捉え方受け取り方が違うんですよねこれは意見ですじゃあこれはどうでしょう上司に、えー、早く、えー、う上司に何回も遅刻するなと言われた、はい、これは事実ですよね上司から言われたことをそのままお伝えしてますこれは事実なんですよただね これやったら分かりやすいじゃないですか。上司に怒られた。これは意見であり、上司に何回も遅刻するなと言われた。これは事実。これはね、まだ分かりやすいんですよ。でもね、日常生活やったらそれ、それがね、事実と意見がね、ごっちゃごちゃに混合しているケースがあるんですよ。例えば、上司に何回も遅刻するなと怒られた。はいね、<laughs> 怒られたって思うのは意見であり、何回も遅刻するなって言われたのは事実である。 だからそれがね、ごっちゃごちゃになってるから、何が意見で何が事実かわからんくなって、その問題の本質がわからなくなるんですよね。だから、えー、話を聞いてるときに、これは意見なのか、これは事実なのかっていうふうに、ちゃんと切り分けて話を聞くということ。はい。これが大事です。もしわからなかったら、え、それってなんでそういうことが言えるの っていうふうに事実かどうかを確かめる意見をするっていうこともすごい大事です。で、逆に報告するときも、ちゃんと意見と事実を分けて報告するってことはすごい大事かなと思います。だから例えば意見をする前に、これは僕の意見なんですけど、とか、主観的なんですけど、とか、自分の意見を述べさせてもらえば、とか、いうことで、ちゃんと事実を伝えた後に自分の意見を述べるっていうことで、そういうなんていう枕言葉をつけると分かりやすいですよね、聞いている方としては。はい。 じゃあ4つ目、えー、想定外を楽しむ。これもできてなかった。どうですか、皆さん。皆さんは計画を立てるタイプですかで計画を立てたら、それをきっちり完璧にやりたいと思うタイプですか おかっちはまさにそうやったんですよ。もうみっちりやる前に計画を立てて、それを一つ一つこなしていく、それが大好きなタイプやったんですよ。だから計画を、完璧な計画を立てるまで一歩踏み出せなかった。これって絶対成功するって言えない限りは挑戦できなかったんですよ。で、その計画を立てて、ドゥする、行動したとしても、それがちゃんと計画通りにならなかったらパニックになったり、うわ、これどうしようと思って、その問題を上手に対処できなかった。そういうことがあったんですよね、はい、でもね。 やっぱり人生生きていたら、計画通りに起きないことの方が多いじゃないですか。で、その度に一気一遊してて、どうしようどうしようってなってたら、今これやるべきことに集中できないんですよ。自分の力を発揮できないんですよ。つまり問題を解決できないです。だから、大事なことは、 想定外を楽しむ。もちろん計画を立てるのは大事。でも計画を立てることに時間をかけすぎない。計画を立てることに時間をかけすぎてたら、なやる気もなくなってくるし、そ実際やってみないとわからないことが多いんだから。計画をね、1年立てて計画をし,してやったことでも、1日でわかることがあるかもしれへん。計画を立て、えー、やらないとわからないことも多いじゃないですか。そうなったときに、計画を立てるってことに時間を使ってたら、もったいないんですよね。計画は大事です。そのアウトラインは大事。でも ちょっとね、えー、立てたら、8時に立てたら、もうすぐにやってみるということ、やりながら計画を修正していくということ、すっごい大事かなというふうに思ってます。で、そもそもね、想定外っていうのはね、ものすごく大事なんですよね。で、これ,これまでのあらゆる発明やらイノベーションっていうのは、想定外から生まれてきたんですよ。まあ、例えば、ポストイットっていうのが分かりやすいですね。ポストイット、それはつまり、付箋です。付箋、ね、付箋箋ね 付箋っていうのは、ね、そもそも強力な接着剤を生み出すために開発されたんですよ実験したんですよである日ね生み出されたのがめちゃめちゃ剥がれやすい接着剤だったんですよでその時に、えー、その研究者はこれは絶対何かに使えると思えたんですよね思えてそこから研究して研究して研究を重ねて生まれたのがこれです、えー、いつでも貼ることができていつでも剥がすことができる付箋 メモ書きが生まれたんですよでもねその,とその研究者がね剥がれやすい接着剤が生まれた時に「あこれは失敗した」「思った通りじゃなかった」「やめた」ってなっていたら新しい実験を再開していたらポストイットは生まれてないんですよね。はい、でそのいろんな結果いろんなことが生まれてくるそれを計画通りじゃないからやめとこうじゃなくてもしかしたらそれは そこを探求した新しいものが生まれるんじゃないかっていう発想で一つ一つの出来事を向き合っていくと今までとは違った発見があったり出会いがあったりするそうすることで新しい人生が切り開かれていくこともあるんじゃないかなっていうふうに思いますだから計画を立てることは大事でももう一つ大事なのは想定外を受け入れる想定外を楽しむその心です はい、この想定外一つ一つ一見してこれ悪いことなんじゃないかな最悪や思った通りじゃなかったって思うことがあるかもしれなんでもそこに何の意味があるんだろうこれは一体何のチャンスなんだろうっていうふうに自分に問いかけてみるそうすることでもしかしたら思ってもいなかった発見があるかもしれません。はい、ということで今日はね問題を解決するための4つのライフスキルそして行動習慣を紹介しました。一人哲学 普段考えないような問いをじっくり考えてみましょう因数分解する大きな塊を小さく小さく小さく分解しましょう3つ目意見と事実を分けるそれは意見なのかそれは事実なのか自分は言ってるのはここまでは意見でここもここからは事実だっていうふうにちゃんと切り分けるということ4つ目想定外を楽しむ何が起きても大丈夫ですすべては最善のことが起きているからはい とということで、えー、今日はこれでおしまいなんですけど少しでも参考になったな勉強になったなおかっちがんばれマックスがんばれって応援していただける方は高評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです、えー、こんな感じでね、えー、このチャンネルではあなたがあなたらしく生きる本音で生きるための行動習慣考え方そして 生き方を紹介しています、えー。興味がある方は最新動画を見逃さないためにチャ,チャンネル登録ボタンをポチって押してもらえたら嬉しいです。はい、ジエンド。それではワンダフルな一日をお過ごしください。See you.